結局羽村の居場所は分からなかったな。また一から仕切り直しだ。いや、親父の話の中にヒントはあったぜ。そうか。羽村あっての松金組ってやつだ。ん？姿消したっつっても羽村が実質トップなら、やつがいなきゃ組のしのぎが回らねえこともある。ってことはどこかで組のもんとやり取りしてるはずだ。もしその声を拾えりゃ、多分羽村の居所も追える。つまり俺の言いたいことわかるか？盗聴しようってことか。例えば組の事務所。おうよ。でもあんなところに盗聴器仕掛けるって、あれだけ暴れちまったんだ、捕まったらマジで殺されるぞ。ああ、だからうまくやるには窃盗団張りの腕がいるな。ああ、なるほど。杉浦にやらせるのか。杉浦には俺から連絡しとく。その代わりお前は盗聴器の手配だ。え？せいぜいいいの探せよ。手に入れたら事務所で合流だ。松金組に盗聴器仕掛けろって話だよね。もう話は聞いたんだな。そう。じゃあ杉浦君、説明してあげて。あのね、悪いけど無理。こっそり忍び込めったって、組事務所じゃずっと留守番いるでしょ。出入りも防犯カメラで見られてるし、挙句にもし捕まったらよくて半殺し？冗談じゃないって。だそうです。だそうですじゃないよ。どうすんだよ海藤さん。まあまあ怒るな。というわけで別の手を考えといた。忍び込むのが無理なら潜り込みゃいいんだ。ん？まあ聞けや。タボ、こいつに見覚えねえか？誰これ？派手なジャージ。確か松金組の。おうよ、組一番のおしゃれ大好き田代くんだ。夜だろうがグラサンを外さねえ。ところでこいつはターボーと似たような体格でな。俺に似たような体格って、まさか。もしこの田代くんがマスクでもしたら、中身がすり替わったって誰も気づかねえよな。うん、きっと気づかねえよな。グッドアイデアだね。はあ、じゃあこの田代くんに変装して潜れって。うん、まずはヤツを見つけてジャージとサングラス一式を拝借。あとは簡単だ。堂々と事務所に入って盗聴器を仕掛けまくる。なんだよ、結局俺がやんのか。よろしくお願いします。まあでもだいぶ頭使ったな海藤さん。ほら、いつか松金組に戻る日があるかもしれねえって、今日までそう思ってた。ん？なんだよ急に。でもよ、親父に面と向かって逆らったんじゃもう無理だ。あそこまでしたからにはもうとことんやるまでよ。だろ？そっか。よし、じゃあ田代くんの身ぐるみ剥いでくっか。逃げられると思うな。これでてめえはおしまいだ。ちょ、待てよ。それ銃刀法違反でしょ。やかましい。方針にだろうが。あ、くそ、どうすりゃいいんだ。な、停電か。チャンス。危なかったね、八神さん。さっきの停電、お前の仕業か。盗聴器のおかげで全部聞こえてたからね。とっさにビルのブレーカーを落としたんだ。そっか、助かったよ。もたもたしてたら応援が来るかも。
早くこっから離れよう。ああ、もう大丈夫だ。盗聴器はちゃんと動いてるか。ちょっと待った、そのイヤホンで盗聴？そう、大丈夫、ちゃんと動いてる。お、早速組員がどこかに電話してる。やったね、電話の相手羽村だ。今の騒ぎを報告してる。羽村の居場所はわかるか。ちょっと待って、ん？長藩って長藩博打？鴨野町の鳥羽みたい。でも長藩博打の鳥羽ってどこ？餅は餅屋に聞けだな。鳥羽の場所ならギャンブル好きに聞けばいい。あ、地下カジノ？恋女房の下の。あそこの連中ならわかるんじゃないか。なるほどね。となると、あとはもう俺一人で大丈夫だ。わかった、ありがとな、助かったよ。次だ次。カイトさん、お前が揃いました。よし来い、来いよ、勝負。よし来た来た、未曽有の勝。やっと波が戻ってきやがった。やりましたね、カチラ。どんどん行くぞ、おら。おい、お前らどこ立ってんだ。まだどけ。久しぶりですね、頭。見つけるのに苦労しましたよ。くそ、行け。行くぞターボ。もう終わりですか。もっと暴れてくれてもいいんですよ。てめえら。首の金庫から盗まれた1億な。ありゃあんたの差し金だったんだろ。まんまとはめてくれたな。まあ今となっちゃそりゃ二の次だ。モグラはあんたがお抱えの殺し屋だってな。全部で何人殺させた？凶霊界のヤクザたちと新谷、他にもまだいそうだな。新谷は殺される前、モグラの殺しを抗争絡みじゃないと言ってた。つまりそう言えるだけの情報を持ってた。だから口を塞いだんだよな。モグラに綾部の銃使わせて。知らねえよ。新谷が掴んでたのは神室町の殺しと創薬センターをつなぐ何かだ。アドデック内の利権も絡んでる話なんだろ。知らねえって言ってんだろうが。
話せ、カイトをぶっ殺すぞ。おとなしくターボーの話聞けや、ハムラ。創薬センターの軌道、あんたらを動かしている黒幕は軌道だな。違うのか。なんで返事しねえんだ。話す気がねえなら息の根止めてやろうか。カイトーさん、軌道じゃないのか。新谷は創薬センターに電話をした時、軌道じゃなくてショーノを呼び出そうとしてた。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手は正野だ。橋木も殺される直前まで正野から情報を聞き出そうとしてた。黒幕は正野か。そうなんだな。おい、火が出てるぞ。貴様、誰か火つけたな。頭、カイトーさん、手下たちがどっかに連れてった。こりゃよく助かったな俺ら。